ロサンゼルス共同、米アカデミー賞の受賞式が10日、日本時間11日午前、ハリウッドで開かれる。映画界最大の祭典を前に、候補作、ゴジラ10-1の山崎隆監督や、パーフェクトデイズのビムベンダース監督、役所工事さんが9日、取材に応じた。 ゴジラは地元市などで資格効果賞の受賞が有力と予想され、山崎監督は期待しても良いんだなという状況。浮かれないようにと笑顔を見せた。米国の観客の反応は上々といい、怪獣映画を見に行ったら人間ドラマだった、というのが良かったのかもと分析した。 国際長編映画賞候補のパーフェクト主演の役所さんは監督との長い旅が明日で最後かと思うと少し寂しいと名残惜しそう。ベンダース監督は米国人はアカデミー賞をよく競馬に例えるが他の馬は早そう。でも僕らの馬は良い馬で大好きな馬ですと微笑んだ。 日本作品は他に、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかが長編アニメーション賞部門に候補配りしている。